はい、心理カウンセラーの南裕太です。今日はですね、超基礎パーツ心理学ということで、僕がよくセラピーでも活用している、まあ、パーツ心理学とかパーツアプローチと呼ばれるもののね、考え方のこう基礎を皆さんにお伝えしたいと思います。これは特に、まあ、アダルトチルドレンとか、愛着障害とか愛着トラウマ、それから、まあ、複雑性 PTSD とか、いろんな、その心の悩みとか、まあ、症状の原因をこう紐解いて、そして解決に導くときに、ものすごく心の抵抗が少なく、そしてスムーズに優しくできると、癒しがこう進むっていう、そういうツールなんですよね。で、このパーツの、とはまず何なのかっていうことを皆さんに分かりやすくお話しすると、実は日常生活でも結構いっぱいこのパーツの考え方は僕たち使っていて、例えば理想の自分と現実の自分が両方心の中にいるっていう表現とか、それからまあ表の自分と裏の自分とか、まあいつもの自分と冷静じゃない自分とかね、感情的になっちゃったりとかして。例えば、そんな風に僕たちっていうのは自己イメージとか自分というものを二つとか三つとかにこう区別して無意識にこう、まあ、生きている時が、まあ、割とよくあるんだろうと思うんですよね。で、パーツっていうのはまあ自分の心の中に住んでいるもう一人の自分であったりとか、もしくは小人さんみたいにね、自分の心の中にいる存在、感情や欲求や思考にパーツという名前を付けたものなんですよね。で、そういう風にパーツとして区別する、この大人の自分の心というものが、まあお皿だとしたら、その上に乗ってるプチトマトみたいな、まあ、盛り付けるサラダでもいいですよね。何でもいいんですが、その上に乗ってる具材一つ一つがいろんな自分の側面を表していて、それをパーツと呼びましょうという、まあ、そういう発想なんですよね。で、これが、なんで役に立つのかっていうと、例えばよくこういう心理学の動画を見たときに、まあ、人によってはね、まあ、コメント欄なんか見ていても、こう責められたように感じるみたいなね、まあ、そういう感じ方される方って結構多い印象で、で、やっぱりこう、まあ、過去の僕自身も悩みが深かったときは、その人から、何気ない一言でもすごく否定されたんじゃないかとかね、馬鹿にされたんじゃないかって、こう、まあ、僕の場合は思い込みがすごく強かった時期っていうのがあって、なかなか人とうまくつながれない時期っていうのがあったんですが、そういう時に実は自分の人格そのものとか生き方すべてを否定されたように受け取ってしまっていることが多いと思うんですよね。で、なんですが、実はこのパーツという考え方を使うと、そういうこう、人からの批判っていうのは大体こう自分への否定がすごく強い時に入ってきやすいわけなんですが、パーツという考え方は自分の心の中に批判的な部分もいる。でもそれに対して反発を感じる部分もいるとかね。そういうふうにこうちょっとこう冷静に自分の心をまあ客観的に見るときに役立ちやすいんですよね。で、パーツという言葉を使うことによって、いろんな自分の葛藤とか、心の中のこう、喧嘩、対立というものをこう、クリアに、そしてノージャッジで割と見やすくなるんですよね。で、悩んでる人たちっていうのは、こう結構ね、しばしばよく言われますけど、例えば AC とか愛着の問題を抱えた方っていうのは、他者に対してちょっと攻撃的になっちゃったりとか、まあ、非難的になってしまったりとかね、まあ、感情的になってしまうことが、まあ、割とよくあって、その時っていうのは実は子供の、傷ついた子供のパーツが、その人の人格、意識をこう、まあ、締めてしまってね、まあ、こういうのをまあ、ブレンド化というふうに、言われたりとか、まあ、僕がよく使っ、まあ、自分の中でね、その専門家として、こう、訓練されてきたセラピーの中では、自我、親和性って言って、その人の自我と、その今、乗っ取っている感情状態、まあ、パースとが、こう、違和感なくくっついちゃって、もう本当に感情的になっちゃったりとかね、その子供の頃の傷ついたトラウマ記憶をもう一回そこで生き直してるみたいな状態になっちゃったりしやすいわけなんですけれども、まあそういうこう、まあ自分とそのパーツが混ざってることに気がつかなくって、普段の冷静な大人のその人からしたら想像もつかないようなこと言っちゃったりやっちゃったりするっていうことが起きてきたりするわけなんですよね。まあ、そういうこう自分の状態に違和感が持ってなくなってる状態、ブレンドしちゃって混ざっちゃってる状態からまあ出しやすくなるのもこのパーツアプローチの一つのまあメリットなんですよね。それからその部分という言葉を使うことによって自分の全てを否定しない思考になりやすくて、まあセルフコンパッション、自分への思いやり
のある目を育みやすくなるという点もあるんですよね。だから、こう、自分のすべてが悪かったとか、自分のすべてが防衛的になっているとか、あなたのすべてがなんかこう、問題を抱えているとか、そういうことではないし、あなたの中の一部が過去の子供時代のトラウマを思い出しているであったりとか、あなたの中の一部がこう不安を感じて防衛的になっているとか、あなたの中の一部があなたを守ろうとしてくれているっていう、そういう表現の仕方を、そういう言葉をね、使うだけでも、ほんのちょっとした言葉の使い方の違いだけでも、だいぶこう響き方が変わってくると思いませんか。で、このパーツ心理学を知っておくと、そういうふうにこう自分への思いやりであったりとか、自分のそのパーツとこう、混ざっちゃって、その状態に違和感が持てなくなる、まあブレンド化の状態から出しやすくなったりとか、自分の心の中の対立ですよね。批判するパーツとそれに対して反発するパーツがどっちも自分なんだけども、もうどっちもが、お前は自分じゃない、いやお前こそ自分じゃないみたいな感じでこう喧嘩しちゃったりとかっていうのが、割と気づきやすくなるっていうね、まあいろんなメリットが、あるんですよね。で、もう一つは、パーツさんたちっていうのは、役割や願いや気持ちがあってそこにいることが多いですよね。もしくは意図っていうんですけど、良い意図っていうのを持っていることが多くて、これどういうことかっていうと、パーツさんたちっていうのはやっぱり子供時代の逆境体験、トラウマ体験の中で、生まれてきている存在なので、例えば、内なる批判者パーツというパーツはよく言いますけども、そのパーツさんたちとセラピーをしていくと、まあ、多くの方が、お父さんお母さんに言われたことをそのまま取り込んで自分に言うようになっていたりとかするわけですね。例えば、早押しなさいよ、ちゃんとやりなさいよ、完璧にしなさいよ、頑張りなさいとかね、努力が足りないとか、そういう言葉を自分に言ってしまっている人は、よくよく考えてみると、そういうパーツを子供時代の親との関係の中で作ったんですよね。で、それをこう取り入れて、自分で自分にそのパーツさんとブレンド化しているときは厳しいことを言ってしまうし、で、それからインナーディフェンダーパーツって言って、そのまあ批判者さんに対して反論をしたりとか、批判者さんに普段抑圧されていることを、その感情をこうまあちょっと衝動的な形でね、解消しようとしたりとかする、まあ依存症的な行動に出たりとか、衝動的な行動に出たりすることで、緊急回避をね、しようとするパーツなんかもいるわけなんですけども、そういうパーツもやっぱりこう、親の圧力に耐えられない、親の価値観を取り込んで自分で自分を責めることでなんとか親から怒られないように先制攻撃して自分を守るわけですよね。なんだけど、それってつまり自分を傷つけることになるので、自分に対してお前なんか幸せになれないよとかね、お前なんか自分らしく生きちゃダメだよとか、そんな資格ないよとかって普段から自分に言うことによって適応しようとするんだけれども、そのおしなり批判者のやり方だけではどうしても心が守れない。もうそうなったらもう、インナーディフェンダーさん、まあ別名消防士さんとかね、いう人が出てきて、守ろうとするわけですよね。で、そういうふうに何か役割があっていてくれることが多いのもパーツの特徴です。で、それから、そういうこうトラウマ体験、まあ愛着、私のトラウマの中で生まれた、そのいろんな親に認めてもらえなかったような感情や欲求というものが心の中でこう抑圧されて、まあ乖離されて切り離されていく、まあいわゆる AC の世界だとインナーチャイルドって言われた。来た部分だとは思うんですが、まあ、追放された部分ですよね。このパーツも、やっぱり当時、本当は満たされたいと思っていた欲求とか、例えば甘えたいとかね、話聞いてほしいとか、理解してほしい、ちゃんと僕私のこと見てほしいとかね、理解してほしい、そういうこう、感情や欲求っていうものを抱えていて、で、それをこう、誰かに見つけてもらいたい、本当は自分自身に見つけてもらいたいと思っている、そういうパーツもいたりするんですよね。で、まあ、いろんな、パーツさんっていうのはいろんな分け方があって、僕なんかはよく防衛パーツとかね、まあ、パーツアプローチだとプロテクターパーツとも呼ばれたりするんですが、プロテクトっていうのは保護するってことですよね。防衛っていうのはディフェンスってよく言われるんですが、要するにその心の中にいろんな怒りや悲しみや、この親から認めてもらえなかったり、禁止されたり、否定されたりしがちだった感情や欲求を遮断する、抑圧したり、切り離したり、何かしら否定したり、そういう形でこう、その感情を感じないようにすると、意識から遠ざける役割を持ったパーツのことを防衛パーツって言ったりします。で、この防衛パーツが、またね、いろんな、あなたの日常生活の中で、こう、症状が出るときにね、働いてくれてることがすごく多かったりするわけですね。で、こういうふうに、自分の心の中にいろんなパーツさんがいて、実は役割や願いや、良い意図ですよね。あなたを守ろうとしている良い意図があったりするっていうのを知っておくだけでもすごく違いが出てくるんですよね。
で、一番大きいなと思うのは、僕はよくセラピーでね、この質問をよく皆さんにするんですが、防衛パーツさんの存在に気づいたときに、そのパーツさんをこう邪魔者扱いしない、まあ大体この防衛パーツさんのやり方っていうのはもう、雨降ってたから傘差したけど、もう雨止んでるのにまた傘差し続けててっていうのと一緒で、過去、お父さんお母さんとの家族との苦しい人間関係の中では役立っていた、あなたを守るためにすごく大事なものだったけれども、今の比較的安全になった大人のあなたの、環境ではちょっと役立たないどころか、むしろ有害な影響だったりとか、あんまりこう自分が、望んでない振る舞いをしてしまったりしやすいんですよね。なのでその防衛パーツさんが主導権を握っちゃうと人生が結構こうはちゃめちゃになっちゃうというか、望まないものになってしまうので、大人のその人からしたらちょっとやっぱりあんま好きになれなかったりとかね、この防衛パーツさんに気づいた時にでもなんかそのやり方気に食わんなとか、いやそれは続けられると困るんだけどっていうようなことが多くて、だけどもこのパーさんはあなたの子供時代のあなた自身の、まあ、化身というか名残でもあるので、あなた自身の一部なんですよね。だからあまりこう邪険に扱うんじゃなくて、どっちかっていうとリスペクトとねぎらいですよね、思って接するということがすごく大事で、よく言ってほしい、言ってあげると役立つ言葉は、あなたは何から私を守ろうとしてくれているの、あなたは何から私を守ろうとしてくれていたの、あなたがそうやって守らなければ何が一番心配してくれてる、何を一番心配してくれてるの、あなたがその守り方をしなければどんなことが最悪起こると思ってるの、みたいな感じでね。もしくはダイレクトに、あなたの役割は何ですかとか、あなたが最も大切にしていることって何ですかっていうふうに、まあ、聞いてあげるといいんですよね。で、そうやってこう防衛の役割を理解すること、防衛の背景にある良い意図ですよね、その あなたのために役立ちたいと思っていたり、あなたを守らなければと思ってくれているそういう良い意図に気づいてあげるということ、いやそこに理解を示す、もしくはその役割を肯定してあげるということ、もしくはそうせざるを得なかった過去のあなたの苦しみや努力ですよね、背負ってきた痛みといったものに、大人のあなたが辛かったねっていうふうにこう今言ってあげたりするということ、まあ、共感を示すということですよね。こういう防衛パーツさんに対して共感とか肯定とかねぎらいとか役割への理解ですよね、役割や意図の理解、そういったものをすると、そういうアプローチを取らないやり方、そういうアプローチしないよりも格段に進みが早くなるんですよね。なので、まあ、パーツさんはなるべく優しくリスペクトを持って接するというのがコツになりますね。はい、まあ、こんな感じでね、パーツアプローチを取り入れる、まあ、普段の生活やセラピーに取り入れるっていうのはものすごくメリットが大きくって、内面の葛藤や対立に気がつきやすくなるし、全体的な自己否定、人格否定というものから抜けてね、自分のことを部分で理解できるようになって、よりこう詳細に自分の心が見えてきたりとかもしやすいですし、まあ、防衛の役割、防衛パーツの役割や意図を理解してねぎらって肯定していけば、比較的スムーズにね、従来よりも早く変化が起きてくるってことがあるわけなんですよね。まあ一旦今日は長期層ということでね、パーツ心理学についてお話ししてきましたけれども、皆さんね、いろんな僕どこにご相談に来られる方は、中には心理学の講座を受けたりとか、まあ心理学自分独学ですっごい勉強されてきたりとかね、そういう方もいらっしゃってて、まあでもパーツアプローチって結構新しいアプローチだと思われてるんですけど、実際にはそういうわけでもなくて、昔からある心理療法も結構そのパーツアプローチなんですよね。交流分析で親の心と大人の心と子供の心がありますみたいな話とかね。なので、まあどんな分け方でもいいので、あなたに合ったパーツの枠組みっていうんですかね、私の中にはまあ内なる批判者のディフェンダーという分け方よりも、なんかお父さんとお母さんと子供の私みたいな分け方の方がしっくりきますという人もいれば、まあ感情と理性の対立でその方がしっくりくるとか、男性性と女性性の分け方の方がしっくりきますという人もいますし、まあ、心っていろんな分離の仕方、切り取られ方っていうのができるし、実際にそういう形で分離してたりするので、あなたに合ったものをね、いろいろと勉強される中で、理解を深めていただければいいんじゃないかなと思ってます。で、まあその時に、大事なのは、やっぱりこう、リスペクトとかね、ねぎらいの気持ちを持ってパーツを見てあげるっていうのが、まあなるべくできるといいかなと思ってますね。はい。まあ、そんな感じで、心の中でね、症状が出ている時とかには、実は心の中にこういうパーツさんが出てきてるんですよ、というね、お話でした。ぜひね、自分の内面世界、内的な世界をね、理解する時の、まあ、一つ、まあ、基本知識として知っていただければな、と思います。はい。で、また、コメント欄とかでね、もっとこういうこと知りたいですとかあれば、もうご自由に、質問を受け付けてますので、また、YouTube 動画でも、続編として撮らせていただければなと考えています。はい。今回は、ここから見てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、
よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から公式 LINE や無料メルマガへご登録いただきますので、ぜひそちらもご覧ください。